こんにちは。こんにちは。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アンダンテっていう音楽用語で、歩くような速度っていう、こう速度を表す、言葉が、店名になってます。テクノロジーとかファッションとかそういうトレンドの速度がこう速すぎて見落としてきてしまったものとか、歩く速度ではないと見逃してしまうものとかを、こう再発見するとか、もう一度こう見落としたものを拾ってくるとかっていう、そういうつもりでお店の名前を付けました。心臓の音とほぼほぼ同じ速度っていうことで、胎児の時から、お母さんのお腹の中で刻まれてたリズムっていうところも惹かれてこの名前にしました。古いものは19世紀1800年代のものから、一昨年ぐらいのものも扱うこともあるので、年代は特にこう絞ることはないです。個人的な、趣味というのがあって、エルメス、マルタン・マルジェラ、ラフシモンズ、ストーンアイランドなどがこうデザイナーのブランドとしては扱うことが多いです。フランスの古着も扱っているので、その中ではアドルフ・ラフォンとかモン・サン・ミシェル、ベルジェル・ディニエルなんていうフレンチヴィンテージの、まあ、人気のブランド品なんかもある、扱ってます。一番こう服に対してクリエイティブっていうのを感じる、デザイナーが多いっていうのがまず一番の理由ですかね。まあ、自分もこう当時一番こう夢中だったデザイナーたちであり、今でもまたそれのこう光がこう衰えることなく人気があるっていうのもあって、私自身も 今も、好きだっていうのが一番の理由です。でまた、まあ、買い付けでベルギー行った際にはアントワープにも行くので、まあ、それで街そのものも好きっていうので、少しそこがこう加速加熱してるっていうところもあります。まあ、地元が千葉だっていう、まあ、千葉って言ってももうちょっと内陸の田舎の方なんですけど、千葉だって青春時代を過ごしたこう千葉で、自分がこう青春時代を過ぎて経済力とか行動力とかがこうついた時にちょっと置き去りにした街でもあったので、まあそこになんか自分がこう店始めて、まあ何かになれたらいいなっていう思いを込めて千葉でお店を始めたことと、店名ともちょっと通ずるんですけど、よく東京でお店やんないのかとかいうお話もいただくんですが、自分の思う東京はもうちょっとやっぱ速度が速くて、すごくこう走り続けなきゃいけないんじゃないかっていうところから、千葉で歩いていくように、その速度感がちょうど良さそうだなっていうので千葉でお店を始めました。よくあるネクタイの、そうですね、トランプルイのプリントですね、騙し絵っていうので、まあそこが割と、まあアメリカでなんかタキシードの騙し絵とかも古いやつであるけど、うん、やっぱファッション的に騙し絵っていうのがこうなった原点はここだったんじゃないかなっていう気がします。ここがアーティゾナルのラックというか、そうですね、はい、一部です。あともうちょっとこっちのラックにもアーティゾナルのやつが置いてあったりとかもします。これはペンキデニム、ペンキデニム、これ大体いつ頃のやつになるんですか？2000年前後ぐらいのやつだったかなと思います。すごい、やっぱり今出てる電気デニムよりなんて言うんだろう、質感がちょっとまた違うかもしれないですね、はい、パリッと感が強いですね、うん、エルメス、マルジェラは、そうですね、マルジェラ機能、まあその後のやつもありますけど、うんうん、まあ、マルジェラがこうエルメスのプレタをやってた時の結構代表的なアクセサリーですよね。ここのラックはもうほとんど今はそうですね、はい、マルジェラ、最近のこういうパックティーなんかも取り扱われてる、そうですね、はい、もう好きなんでなんかパックティーってもともと品質が低くて、はい、まあ使い捨てに限りなく近いものだったので、なんかこう着込まれるっていうことがほとんどないうちに処分されてたんで、だから一応これ経年変化をこう、だから普通パックティーで経年変化を見るっていうことほとんどされてなかったから、なんかその経年変化を表した3色だそうで、黒とか色がある方は逆に一番濃い色から薄くなっていくっていう、
その3枚で、まあ、そういうなんかこう、まあね、もうマルジェラ本人じゃないですけど、うんうん、やっぱマルジェラのブランドのそういうなんか根底にある物事の考え方とかをか感じれるっていうので割とこれ象徴的でいいんじゃないかなとはちょっと個人的には思います、うん、パックティーにすらストーリーがあるっていうのはなんかそういう感じですよ ね、 面白いですね。高級パックティーの走りでもありますよね。そうですね、確かに今結構ラグジュアリーブランドとかからもね、スーチルサンダーとかもやったりとかするんで、はい、出てますよね、パックティー。あ、そうですね、こういうちょっとなんかユーモアのあるの大好きで、はいはいはい、ね、そういうの本当このブランドが得意なです、ね、メディアである私がこれ着てたらちょっと皮肉効いてたかもしれない。あ、なるほど、確かに確かにフェイクニュース、うん、これは結構最近の、もう本当つい最近ですよね。旅ブーツの新聞記事みたいなやつとかのシリーズで、うんうんうん、2方があったかな、もうちょっとぐらいあったのかな、はい、ここら辺はここもマルジェラ、これはマルジェラの AZT ですね。そう、今ここ AZT 山です。すごい、はい、これだけカラーが豊富に、うん、最初のオリーブ色に黒の文字の一番最初の AZT ですね、うんうん、あれを一番最初に、プリント屋さんにお願いしようとしたら、まあ、これその特製なんですけど、ね、なんですか、リブの部分ごとプリントするんで、シルク一回するとシルクの裏にここら辺のインクが全部残っちゃって、うん、でシルクを一回一回洗わなきゃいけなかったっていうので、からどこのメーカーもやってくれなくて断られて、一番最初のやつはアーティザナルと同じくアトリエの人たちが吸ったらしいです。そうで2回目以降うちがやるよって言ったとこが出てきて、2回目以降はやってもらうようになったって言って、そうだからなんか一番最初のやつは一番最初っていう、まあ、もちろん価値はあると思うんですけど、それ以上にこれアトリエでやったやつだったんだっていうのを AZT を接客してる時に結構使ってます。面白い。リセールの価格とかもちょっと多分少し上がってるんじゃないかなと思います、AZT も、ね、あとは本当シーズナル、まあ、基本的にどれが何年の秋冬春夏で出たとかっていうの感じなんで、うん、なんで同じやつあんまりないんですけど、フランス語のやつとかも人気あるですよね、うんうん、この大きいバッグ入ってきた時から気になってたんですけど、はい、ストーンアイランドなんですね、これストーンアイランド、はい、90年代ぐらいのやつだろうと思うんですけど、うん、もう結構大きいですね。いわゆるドラムバッグ的なやつですよね、うんうんうん、すごい容量がなかなか見ないですね。なかなか見ないと思います。はい、こういうプロダクトはあんまりないかなっていう印象です、ね、うん、なんかでも意外に変じゃないか。でもうちょっと物少なくてぐちゃってなっちゃうのはそれはそれでいいかなと思うし、うん、なんか旅行用とかにするにはこれ入っちゃうと今度逆に重くて、まあ、みんなのコロコロついてるやつの方がいいなと思います、ね、あ、こんなもんがあったんだって言ってついつい買ってみちゃいましたけど、面白いし、まあ、ちょっと、はい、癖強いのか使い道が皆さん分かんないのかまあまあ長い間います。手に取るけど、はい、みたいな。そうですね、面白い。ちょっとアントワープのデザイナーとかマルタン・マルジェラとか、うん、あとは、アレキサンダー・マックイーンなんかにもちょっとこう通ずるとこがあるかなっていう、すごい実験的で先進的だったブランドっていうところへの、まあ、リスペクトがあるっていうところもあって、うんうん、まあ、個人的にも好きですし、ブランドとして、まあ、お客さんに知ってもらったり伝えられたりできたらいいなと思います。やっぱマッシモ・オスティの時代なんかは未だに結構熱狂的な人気がありますもん ね。そうですよね。結構ラフとかも置いてある、ね、そうですね、はい、前回買い付け行ってる最中に、うん、ラフシモンズのブランド廃止っていうニュースもちょうどアントワープにいるときにそのニュースが出てきたんで、あ、向こうにいらっしゃったんですね、はい、まあ、ちょっとやっぱそれで自分も少しこう加熱するとこはありますよね。もうラフシモンズブランドっていう服がこれ以上数が増えなくなると思うと、うん、なんかこうちょっと気も特別な気持ちでなんか買うようにな
感じになりましたかね。すごい、こんなにエルメスが揃ってるとこもなかなかないと思うんですけど、すごいアレアのこの大きい TGM のサイズをお店で見るのは初めてです。すごいな、ラインナップがすごいなと。プックルセリエもあり、シェーヌもあり、なんかこう、まあ、入荷のタイミングで目がけてお越しくださる方もいらっしゃいますし、まあ、まだ何かあるかなみたいな感じとかで来てくださる方も多くいらっしゃいます。なんかやっぱいろいろ扱ってて、まあ、すごいなとか存在感とかでは、まあ、それこそ、ね、ブックルセリエ TGM とかアレアの TGM とかはすごいんですけど、なんかやっぱお客さんの手とか、まあ、自分もね、もともとシェルダンクル愛用者だったんであれですけど、一番手元が美しく見えるのってやっぱ結局シェルダンクルだなっていう気は少しするんで、やっぱこう不滅的で、まあ、言ってもエルメスの、ね、一番最初に作ったシルバージュエリーっていうところのこう、うん、まあ、気合というかを感じさせるモデルだなとは思いますよね。今出てる、その後に出たモデルも結構最初のシェーヌダンクルから着想源を得ているモデルも多いですもんね。そうですね、まあ、モチーフとしてもエルメスの中で絶対的な、まあ、定番というか、まあ、絶対的象徴なデザインですよね。まあ、このデザインやるんだと当然外せなかったんじゃないかなって、うん、サランボーとかブックルセリエとか、ね、クレッシェンドなのかな、ね、いろんなコマが使われてますけど、やっぱシェーヌダンクルは、まあ、このデザインやるなら絶対に入れてくるだろうなっていう、うん、なんか本当にでも僕も同じものを持ってて今もつけてるんですけど、ずっと何年も探してて、でやっと見つけて結構な金額を出して買った、うん、手に入れたものなので、お店で見るの初めてです。あ、しかも結構すごいシェーヌダンクルと比べるとすごい有名なモデルではないと思うので、うん、何それって言われることも多いんで、うんうん、こうやってこうなんて言うんでしょう、評価されてじゃないですけど店頭に並んでるっていうのはなんか嬉しい気持ちはありますよね、うん、ブックルセリエ、シェーヌダンクル、サランボ、あ、サランボこっちか、サランボですかね、うん、すごいな、やっぱ一コマの大きさがやっぱりエルメスの全ジュエリーの中でも段違いっていう感じですよ ね、 そうですね、まあ、その存在感とかはやっぱトップクラスかなっていう、うんうんうん、あ、どうぞ。クルセリエの TGM もなかなか重厚感がすごいですね、ありますよね、うん、総重量だとエルメスのシルバージュエリーの中で一番重いんじゃないかなっていう気はします、うんうんうん、まあ、全部見て触ったわけじゃないんで、もっとすごいのいるかもしれないですけど、なかなかこれも見ないモデルですよね。僕もブックルセリエ持ってるんですけど、最初手に取った時はこれ付け方が分からなくて戸惑いました。初めてここですよね、結構これ初見殺しですよね、はいはいはい、ここクイッてやると開くんですけど、うん、これが最初こんな簡単なことが分からずに、うん、どうやって付けんだこれって言ってずっとこうやって、ね、格闘してた思い出がありますね、うん、でもこれも、ね、代表的なモデルですよね。このサイズはまあ結構後年後になって出てきたんだと思うんですけど、うんうん、エルメスの中ではシェーヌダンクルに続いて2番目にこう誕生したモデルだそうなので、うん、最悪売れなかったら自分のものにしちゃうぐらいの感覚で、そうですね、まだ、うん、もう最悪というか常に半々ぐらいですよね、うん、なんなら物によっては売れないでくれみたいなものもあったりするんですか、うん、売れていただかないと次が買えないんで売れてほしいんですけど、売れた時にやっぱりこう、あ、売れてしまいましたねっていうものとかももちろんあります。我が子が巣立ってしまったっていう感じですかね、はい。このオープンされる前のご経歴っていうのは簡単に伺ってもいいですか。はい、販売員で、まあ、いわゆるこう量販店でやってたっていうぐらいだけです。服に関しては古着屋さんにいたとか、コンセプトがこうしっかりしてるようなセレクトショップにいたとかっていうわけではなく、ララポートとかイオンとかに入るような会社での販売員だったっていう、ブランドの会社がやってるブランドのでした。なので、まあ、これに関して言うと、まあ、ほぼほぼ自分の趣味が仕事になったっていう感じ。なるほどなるほど。
ブランドで販売員として働かれてた時から、今この揃えてるような買い付けてるようなブランドはもともと好きで趣味で着たり集めたりとかは、そうですね、はい、ずっとあの好きで着てて、まあ何ですかね、好きでやってたから今もやれてるような感じですかね。じゃあこの年によって自分の好きなものとか気分が変わったりして置いてあるもののちょっと雰囲気とかも変わってったりはするんですか。そうですね、はい。あとまあ自分自身がミーハーだって自覚がすごくあるので、うん、やっぱストリートがわっとこう世の中的に熱を持ってば、それ自分もその熱にやっぱり当てられて当然興味を持ちますし、また今みたいにブランドとかデザイナーズがこうの、ね、熱がこう高まってるなと思った時には、僕もその熱にやっぱり当てられて熱が高まるっていうところはあるので、うん、そこをなんか無理くり、ね、自分で決めたコンセプトに縛られてそれを扱えなくなるっていう方が僕にとってはなんかある意味コンセプトと違くなっちゃうのかなっていうところもあるので、なんかこれを扱うっていうのを特段決めてるわけじゃないし、まあお店もね16年間やってきて、やっぱ自分の趣味が反映してる、自分が今興味があることって世の中でお客様とそこを共有共感できるものがものすごく多分多いと思うので、それでやっていけてるっていうところもあるので、今は本当にそのコンセプトとかっていうことよりは自分にこう素直にやってることこそがうちのお店がやっていける秘訣ですかね、うん、と思うところもあります。個人的に、まあ、黒が一色っていうのがものすごく好きだっていうのと、黒とシルバーとのこう相性っていうのがすごく好きなので、まあ、そのシルバーをよりよく見せるためのオールブラックっていうコーディネートです。 T シャツはマルタン・マルジェラの一番のオーバーサイズの T シャツです。パンツは、マルタン・マルジェラアーティザナルの、再構築のスウェットパンツ、シューズはマルタン・マルジェラ22番シューズラインの、いわゆるジャーマントレーナーのオールブラック。ネックレスはシェーヌ・ダンクルのコマがついた紐タイプのネックレスで、ブレスレットはシェーヌ・ダンクル、指輪も3種類あるんですが、すべてシェーヌ・ダンクルをモチーフとしたシルバーのシェーヌ・ダンクルを、こうすごく強調する、美しく見せるオールブラックにのコーディネートにしました。ちょっと一昔前で全身白っていうのすごく照れくさかったんですけど、やっぱ最近ちょっとこうトレンド的にオールホワイトとかっていうのもあるんで、ぜひあの皆様にも挑戦してほしいなっていう気持ちと、パンツがすごいとんがってる、全部白の中に入れたらちょっとこう引き立ったり足し引きができるかなと思って、あの全部白の中にこのショートパンツ入れてみました。 T シャツはマルタン・マルジェラのレプリカの背中に大きいパッチがつく T シャツ、ジャケットがストーンアイランドの90年代の緑枠パッチのテラステラのジャケットになります。パンツがエルメスの白のツイルの、コットンパンツ、コムデギャルソンの透明のビニールのショートパンツで、スニーカーがマルタン・マルジェラのジャーマントレーナーです。フランスのヴィンテージとデザイナーズのミックスっていう形で割とこう定番的な合わせかなとは。でマルジェラのシャツもおそらくフレンチのヴィンテージをモチーフにしたものだったので、すごく相性いいかなと思って、デザイナー好きの方にはヴィンテージを見てもらいたいですし、ヴィンテージ好きな方にもデザイナーのものも見ていただけたらなと思って、ジャケットがフランスの50年代のシュペール・クレピエールっていうブラックモールスキンワークジャケット、インナーがマルタン・マルジェラ1番のオーバーサイズのロングシャツブラウスで、パンツがフランスワークヴィンテージの50年代頃のストライプワークパンツ、靴はマルタン・マルジェラのレザーシューズ。まあ、今日改めて話を聞いていて、やっぱりこうお話にもありましたけど、いい意味でこうコンセプトがないというか、こう自分の浩一さんのオーナーの浩一さんのこう好きなこと、楽しいと思うこと、いけてると思うものを常に
こう探求しているところが、そのオーナーの光一さんらしさがお店にもすごい現れていていいなと感じました。また、時期によって置いてあるものだったりも、結構テイストも変わったりするとのことなので、また訪れてみたいと思います。